それでは行きたいと思います。準備はいいですよっ、か？じゃあ行きましょう。北陸新幹線すごろく旅のデイ3行きます。はい、せーの。よいしょ。どうした？ 近いな。7ね。はい。はい、ということで、デイ3の順位が決まりました。1位が大川さんで、デメが6で新高岡。2位がエンジさんで、デメが6で黒部宇奈月温泉。いいですね。で、3位がダーチーさんで、デメが3で飯山。お、近づいてきたぞ。で、私4位が T で、デメが7で上田でございます。これはね、まさに大宮氷川神社の御利益パワーでございます。パワーです。いやー、今後もね、この御利益パワーにあやかろうじゃないかなってちょっと思いましたよね。はい、ということでですね、本日は長野県の上田からお届けしてまいりたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いします。はい、ということで時刻は10時28分を回りまして、ホテルトレンド大宮店、ありがとうございました。そして今日はね、すごく楽しみなことがあるんです。新幹線に長く乗れると。1日目はだって1駅で6分、2日目1駅で18分、そして今日はなんと1時間も乗ることができるということで、なんかほら、新幹線でボケっとするのってなんかいいじゃないですか。はい。で、ボケーっとしてたらですね、あれ？これってなんか似てないと思ったら、なんか駄菓子屋のアイスのメロンボールに似てんなと思ってですね。まあそんな発見もありながら、長野県の上田に到着でございます。はい、外はですね、非常に寒かったです。しかし、こんな時に来るから意味があるだろうとか思いながらですね。はい。で、改札をくぐったらですね、やっぱり上田駅といえば、真田です。真田幸村なんです。もうわかりやすい。わかりやすい駅でございました。で、駅の建物の、まあ、外に出るとですね、まあ、周りはこんな感じで非常に栄えておりまして、建物の外観は、真田推しです。真田の、この六文銭の家紋を散りばめた、真田、ザ・真田な建物でございました。いやー、よくやるなぁと。で、さらにマップを見たらですね、また真田推し。真田十勇士がですね、各市街に像で散りばめられて巡ることができるようになってまして、いや、非常にうまいね、街づくりだなぁとか思いながら。で、今日は冬、まあ雪なんで、このレンタカーを借りて出発です。まあまあまあ、上田といえば、真田です。真田といえば上田城でしょうということで、まずは上田城へレッツラゴーです。はい、ということでですね、実はですね、私、熊本県出身で、今も東京とか神奈川に住んでるんですけど、全く雪の上を運転したことがなくてですね、ちょっと怖かったです。ほどなく5分ぐらいして、上田城の駐車場、こちら城外に、駐車いたしました。今から城内をめがけてどんどん歩いていきたいと思います。ん？かわいいわね、あなた。雪好きらしいんですよ。名前がね、ポーちゃんっていうんですけど、なんか久しぶりにじゃれ合っちゃいましたね。もうほんとそんな旅に素敵な出会いを堪能してまいりました。そしてほどなく歩いていくと、なんかすごくノスタルジーなトンネルがございましてですね、いやー、なんかええなぁと。まだ城についてないんですけどね、すごくなんかこう風情があってよかったです。で、上の方を見てみるとですね、あれこれ、なんか似てねえって思ったら、トイストーリーのなんかポテトヘッドっていうじゃがいもおじさんに似てるなと。で、また会っちゃったんです。ぽーちゃん。ぽーちゃんまた会っちゃったの。ぽーちゃんどうしたの？横浜です。あ、そうなんです。こんな寒いのねえ、もうぽーちゃんと、このぽーちゃんのお母さんとね、世間話を繰り返しながらですよ。いや、ぽーちゃんかわいいな。ちょっとしばしぽーちゃんのご覧ください。ここ、次ここかわいいんですよ。チラッチラッチラッって見てる。ぽーちゃんかわそいい。うぽーちゃんおしっこしちゃった。ぽーちゃんおしっこのところにかけれてないですけどね。はい、まあ、
本当にね、もうポーちゃん可愛いなということで、ポーちゃんバイバイということですね。でもね、お母さん教えてくれたんですよ。実はこのトンネル昔ね、ここにこう鉄道が走ってたみたいで、そのお母さん、ここ地元らしいんですけど、ここの鉄道実はずっと通って学校に行ってたのよなんて言いながら、いや、そんな歴史があるところを見れて今味わえるなんていいなって思いながらですね、どんどんと城外から城内、この雪村の上田城に入っていきました。この二の丸橋を渡ると本丸に行くことができるみたいです。はい、ということでですね、お城自体はねもうちょっとないんですけれども、真田の上田城といえばということで、こちら東小口矢倉門ですね。非常にこの頑丈に作られて、あの二度のね、この徳川の戦いで不利な状態から勝ってったと言われるこの門でございますね。その歴史をかみしめながら、中へと入ってまいりまして、こうすぐ中に入るとですね、真田をこの祀った真田神社というものがございましてですね、さっきの、まあ、デイ2ではですね、大宮の氷川神社でちょっと御利益っていうものにあやかりましてですね、まあ、それのこのね味を占めた私はですね、この真田神社は何の御利益があるんだということで調べましたらですね、上田の合戦で真田が、圧倒的不利な状態から勝ち越したというですね、まさに勝負運というものが御利益でございましてですね、そらもうね祈りましたよ。お願い事して、このスゴロクの旅の勝負運チケットを手に入れて、こちらの上田城を後にしていきました。はい、ということでですね、お次はこちら上田観光協会さんがやっているモデルコースの中にですね、タイムスリップができるレトロな建物を味わうコースというのがありまして、個人的にノスタルジーとかですねタイムスリップとか大好きなので、そちらを求めに市街へ散策しに行きたいと思います。上田城からは市街までもうすぐです。約5分ぐらいでしたかね。駐車場を止めまして、1個目の、レトロ建築物を見に行きます。それがこちらでございます。赤い屋根が特徴的なゴシック様式の木造教会、キリスト教の礼拝堂ですね。まあ、一瞬だけリンガーハットの建物に見えるのは私だけでしょうか。はい、で奥の山並みもすごくおしゃれで綺麗でございました。はい、でテクテクテクっと、街中を歩いておりましてですね、まあ、非常におしゃれな街です。もうこういったマンホールまでおしゃれに見えてしまうというね。はい、そして2匹目のワンちゃんとの出会いでございます。ルーちゃん、ルー、はい、ドイツ語で安らぎ、おしゃれ、これ、ね、上田の犬はもう名前までおしゃれですよね。ドイツ語で安らぎ、ルーちゃん、かわいい、かわいい、かわいいですわ。はい、そんなルーちゃんとの、じゃれ合いも終わりましたですね。いやー寂しいな、一人旅と思いながら、はい、2つ目の建築物、レトロ建築物ナンバー2、旧上田市市立図書館ということで、今はやってないんですけど、これめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。パステルカラーの建築でなんかかわいいっていう感じでですね、非常になんか上田の建物ってめちゃくちゃおしゃれだなって思いながら、なんかな、もうなんかタイムトリップしたかのようなね街並みでございました。そしていちいちねなんかねマンホールがおしゃれだったんですよ。はい、でほどなく歩いてましたら最後は北国街道柳町ということですね。こちらやってまいりました。宿場町ですね、上田城の城下町宿場町というところでございました。はい、西蔵さんが、おられましたね。はい、ということでですね、ちょっと時間がもう5時を回ってたんで、お店もほとんどやってなかったんですけど、ただこれはもうこの山並みとセットで宿場町を歩くだけでもめちゃめちゃ風情があったんで、非常におすすめのスポットでございました。はい、ということでレンタカーの時間もありましたんで、一度ホテルレンタカーまで戻りまして晩飯に行きたいと思います。はい、ということで時刻は18時27分です。こちら信州の5大名物を食べれるということで、焼き鳥番長上田中店、上田駅の中にございました。まず第一名物はこちらの信州のクラフトビール、そして第二名物がこちらの
馬刺しちゃんでございます。いやー馬刺しね、私熊本出身なんで馬刺し好きなんですよ。本当にね、ペロリンチョでございました。いやーうまかったですね、また食べたいな。そして、信州、いやこちら上田のもう最大名物といっても過言ではないでしょう。こちら B 級グルメの追いだれ焼き鳥というものですね。田中の串カツの海苔で一度漬けだけなんですけれども、こちらにつけるのは焼き鳥でございます。こちらの焼き鳥をですね、こちらの特製追いだれにつけまして、はい、ズブ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 と見てください、この美味しそうなテカリ具合。これをね頬張ると口の中で結構ねフルーティーな味でしたね。しかしビールとよく合います。そして、その次の名物はこちら地鶏の、真田丸、めちゃくちゃジューシーで旨味があって美味しかったです。そして、こちらもですね、もちろんペロリンチョです。今日もペロリンチョいっぱい言えて嬉しいな。はい、そしてですね追加でいきました、信州のお酒はうまいんじゃないかなと思いましてですね、こちら日本酒の飲み比べセット、一番美味しかったのはこちらのミレイ、あ、キレイですね。いや本当うまかった、多分今まで飲んだ日本酒で一番うまかったですね。こちらは極林茶です。はい、そして最後ですね、信州のお蕎麦、いやーこれはまた美味しかったですね。やっぱり長野といえば蕎麦だろうということで、こちらもペロリンチョです。いや美味しかったですということで、名物を一気に味わいましてですね、今日はフレッサインさんの、駅前店に泊まっていきました。はい、はい、では第5バーラン、ご自身のタイミングでご自身の掛け声でお願いします。はい、参ります。はい、よよい、はい、おーすごい、なるほどなるほど、あっちゃんね、超オーバーラン7オーバー7オーバー7オーバー、まあでももう今日7オーバーできる人はいないからね。今日ゴールした人、まあ、さえできれば僕だから全員ゴールしちゃったら私のビリですね。あ、そう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 、どうしようもない男ですよ。じゃあ次僕ですか。15なので3以上でゴール。3以上はいきそうね。うん、さすがに絶妙だな確率が。それでいきます。はいよ、北陸新幹線すごろく旅 Day4、 3以上でゴールです。せーのよ、おー4来たよ、おめでとうございます。今のところいいですね。違うの、俺トップとかあかんねんって。だからそうなの、まだわかんないですよ。なんでまだわかんないですよ。万年2位じゃないとあかんねんて。いきますよ。よ。6以上でゴールです。うん。よし。おら。見えない。ああ。見えない。よ。今日ゴールしたらトップ。よし。明日はビリになる確率は高い。いや、運命の分かれ道、持ってるかどうかがここで分かりますから。やだな。八を出せば優勝。やだな。では行きます。はい。よ。と。お。五。うん。ってことは。はい、ということで出ました順位ですね。なんと1位エンジさん、デメが4で金沢、おめでとうございます。第2位が岡川さんで、デメが8で金沢、こちらもおめでとうございます。そして、第3位が、ダーチーさんですね、デメが4で富山。そして私4位 T ですね、デメが5で黒部うなずき温泉でございます。まだわかんないですよ、私にはこう真田の勝負運っていうのがついてますからね。まあどう出るかわかりませんけど。はい、ということで明日は黒部うなずき温泉に行ってとことん探索していきたいと思います。この動画が良かったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そして、他のメンバーの動画も私のように上がってますんでね、よかったらご覧になってみてください。ということで今日もありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。